ち向かう少女たちの物語。釣りバカ映画さん、スカイゴーズダイナマイトホイッシング。小さな体で大きなパワー、グレイト。食うか食われるか、脅威ピタニア釣り。アマゾン川、それは南米ブラジルとその周辺の国々をつなぎ、大西洋に注ぎ込む世界最大の流域面積を誇る大河。先頃ブラジル政府から新たな源流が発見されたという発表があり、それが確定すればアフリカのナイル川から世界最長の称号を奪い、世界地理を勉強する小学生を混乱から救うことになるでしょう。そうそう、最大とか最長とか、日本だって信濃川やら利根川やらテストで引っ掛けたいとしか思えないっすよ。山なら富士山とかエベレスト1個覚えればいいのに。一番はたくさんあった方が観光で地域が潤うんですよ。そんな大人の事情はどうでもいいけど、一体いつ着くの、そのアマゾン川に。はい、着きました。ここがアマゾン川です。うわ、ピラニア釣り。ピラニアはどうも襲う危険な魚という認識が強いが、実はとても臆病で、それゆえに濡れることを好む。さて、その釣り方はというと、糸を垂らす前にまず竿で水面を激しく叩く。ピラニアは弱った小動物や魚がいると勘違いして寄ってくる。そこに餌を投じて釣り上げるのである。おい、もういいんじゃないのか。おい、なんだ、いつもの主か。違う、あれはボロロかよ。あれはボロロか。ボロロか、ボロロか。潮の流れがぶつかって発生する大波のことである。時速65キロで進み、800キロの内地にまで至るため、サーファーにとっては憧れの現象でもある。続くぜ。